株式会社餅草とは、岐阜県大垣市に店舗を置く和菓子店。1862年創業の老舗和菓子店である。水饅頭の元祖とされている。餅草の水饅頭の歴史大垣は、水の都と言われるほど豊富で質の良い地下水に恵まれ、身の国一の米の集積地であった。餅草は、餅屋として誕生したが、餅屋としてのみならず大垣を代表する。 氷ん屋として広く知られている。1998年には第23回全国菓子大博覧会にて水まんじゅうが最高位の名誉総裁賞を受賞。2000年には三笠宮智人新郎が餅草の水まんじゅうを食した。2018年には大垣市の市政100周年を記念した大垣観光協会主催の第2回大垣スイートグランプリ2018に 水まんじゅう空を出品。空は、アンではなくマスカルポーネを包み、川は、市政100周年のシンボルマークにちなんだ半分は青い、水まんじゅうであった。これは当時放送されていた、NHK 連続テレビ小説、半分、青い、を彷彿とさせ、ファンの間で話題となった。得意客へのサービスから生まれた、水まんじゅうを八角形のマスに入れて、かき氷で覆い、 白蜜をかけた水まん氷が販売されており、今では人気メニューとして定着している。ABCD 各地の菓子店田んぼを持ち、菓子店そう ABC 大垣ビミスポットバージョンに持ち、赤飯、そかしそう ABC 大垣市政100周年、大垣、スイーツグランプリ 2018AB 半分青い、水まんじゅう。いつもと違う夏スイーツは、岐阜大垣の老舗、 持ちそうで持ちそう。ありがとうございます。